イオカステは木星の第24に衛星である。2000年11月23日に、スコット・ S ・シェパードが率いるハワイ大学の観測チームによって発見され、S-2013 という仮符号が与えられた。観測には、ハワイ大学の望遠鏡が用いられた。その後2002年10月22日に、ギリシア神話のオイディプスの母で妻でもあるイオカステに、ちなんで命名され、 ジュピター24という確定番号が与えられた。イオカステの見かけの等級は21.8であり、アルベド0.04と仮定した場合、イオカステの直径はおよそ 5.2km と推定される。また、密度を 2.6g ラム毎立方センチメートルと仮定した場合、質量はおよそ 9.013kg と推定される。イオカステは、 木星から1930万 km と2270万 km の間の距離を逆光軌道で公転し、軌道傾斜角が150度前後の不規則衛星のグループであるアナンケ群に属している。2002年にマゼラン望遠鏡を用いて8カステの観測が行われ、色指数が B、V イコール0.63、V、R イコール0.36、V。 アイコール0.62表面は灰色で C 型小惑星と類似していることが分かった。これは同じアナンケ群に属するハルパリケやプラクシリケと似た特徴だがグループで最も大きいアナンケは灰色にやや赤みがかった色をしており異なる特徴を持つことが示唆されている。ありがとうございます。